皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について公開情報をコンパクトにまとめて地図を使っていち早くわかりやすくお届けします。お休み中はコメントをたくさんいただきありがとうございました。またよろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから923日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1360名、戦車10両、装甲戦闘車35両、砲18門、ドローン36機、巡航ミサイル21発、その他車両56両、となっています。戦線全体で1日で182回の地上戦の報告がありました。ロシア軍は今は無理をしても攻撃を行うことにしている模様です。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して簡単にお伝えします。 YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目、ロイター通信が3人の業界関係者の話として伝えるところでは、日曜日のウクライナのドローン攻撃によりモスクワ製油所では生産能力の半分を失ったと伝えています。この施設は年間260万トンのガソリン、330万トンのディーゼル燃料、90万トンのジェット燃料を生産していますが、これが大幅に減少することになりました。今後について、専門家がフォーブスに語ったところでは、ロシアは電力網はすでに脆弱で、回復に必要な最新技術もない。この冬、ロシア国民に多大な苦しみが訪れ、その困難は、おそらく、ウクライナが経験したよりも、さらに大きくなるだろうと分析しました。フォーブスは、これが続くほどロシアは貧しくなり、無力になるだろうと、プーチン政権の指導力に影響が出ることを示唆しました。2番目、ロシア保健省は、ロシアの研究機関に対し、老化防止のための開発結果を緊急に提供するよう求めました。メデューサとシステマによると、科学者は、1、老人性無気力症を克服する医薬品。2、認知症の予防に役に立つ医療製品。3、衰える免疫を修正するための方法。4、バイオプリンティング技術による臓器複製技術。について、すべての研究開発結果を送るよう求められているとのことです。この目的について、保健省は、ロシア国民の平均寿命を伸ばすためと説明しています。一方、モスクワタイムズが国立医療研究センターの職員に取材したところ、老朽化した政治局の気まぐれと述べ、別の医師は特定のロシアの年老いた政治家をイメージして古い切り株を再生させろというようなもので無駄なことだと述べました。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日に、ウクライナ軍がクルスクに侵攻してから26日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最低気温15度、最高気温31度。今日の天気予報も曇りとなっています。この方面でウクライナ軍は前進の速度を落とし、ロシア軍の反撃に備えています。コレネボ方面。この方面ではロシア軍が反撃に出ています。1番目、コレネボの東の幹線道路では、前日にロシア軍が市街地東側のガソリンスタンドに空爆を行い、今日はロシア軍の偵察部隊が確認されています。
ウクライナ軍がこの付近から撤退し、ドローンの監視に切り替えた可能性があります。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、地図で示した場所で四輪バギーで疾走しているロシア軍の様子を観察しているところとなっています。2番目。また、ロシア軍はオルゴフカの集落で失った陣地を奪還しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第225大隊のもので、オルゴフカの中心部で、ロシア軍の兵士の様子を観察しているところとなっています。ここまでで、ウクライナ軍の占領地から、係争地に戦況図を更新しました。マラヤロクニャ方面。この方面では、逆に、ウクライナ軍が大きく前進して占領地を増やしました。9月1日に確認された位置情報付きの映像によると、ロシア軍のドローンがマラヤロクニャの北にあるポグレブキでウクライナ軍を攻撃していて、この場所がウクライナ軍の支配下にあることが確認できます。ご覧いただいているのは、ロシア軍の VT40 という FPV ドローンの映像で、地図で示した場所にいるウクライナ軍を観察している様子となっています。マラヤロクニャからポグレブキまで5つの集落をウクライナ軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は14平方キロほどになります。スジャ方面。この方面でもウクライナ軍が前進しています。1番目。スジャの北東10キロ地点のマルティノフカ東の田園地帯では、ロシア軍の砲撃位置からウクライナ軍が川沿いの低地に沿って前進していることが分かり、川を越えたところにも前進している可能性があります。その範囲を、係争地とロシア軍支配地からウクライナ軍が占領したとして、戦況図を更新しました。2番目。その南のロスカヤコノペルカでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がロシア軍を押し出している模様で、集落はウクライナ軍が確保した可能性があります。ご覧いただいているのはロシア側の映像で、集落を走っているウクライナ軍の車両の様子を観察しているところとなっています。その範囲を係争地からウクライナ軍が占領したとして、またロスカヤコノペルカは占領を示す青マークに戦況図を更新しました。面積は12平方キロほどになります。ハルキウ方面。フリボケ。ボフチャンスクの戦況についてお伝えします。この方面で、ロシア軍は7回攻撃を行いましたが、いずれもウクライナ軍により撃退されました。ウクライナ軍のサランツェフ報道官は、ロシア軍は、この方面にアフマト部隊を移動させ、許可なく撤退する友軍を狙う懲罰部隊として配置すると述べました。戦況図に変更はありません。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でロシア軍は、クピャンスク方面で16回、スバトベクレミンナ戦で18回、シベルスク周辺で19回、チャシフヤール周辺は9回、トレツクの方向に20回攻撃を行いました。クピャンスク方面。ピシチャネの西とステルマヒウカでは、8月30日に、ロシア軍が一部で前進しています。ステルマヒウカでは、ロシア軍が占領を主張する旗を掲げていますが、占領は集落の北側の一部となっています。その範囲をロシア軍占領地として表示しました。チャシフヤール方面。チャシフヤールでは、ロシア軍の前進の圧力が続いています。そのうち、ゾフトネビでは、位置情報付きの映像によると、ロシア軍が運河を越えて、住宅地の最初のブロックに浸透し、ウクライナ軍がドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、上空から地図で示した場所にいるロシア兵を観察しているところとなっています。ロシア兵に、装備はなく、突撃兵が、たまたま運河を越えることができたものと思われます。この付近は、8月17日にウクライナ軍が押し戻したところでしたが、再度、
係争地に戦況図を更新しました。ドネツク方面。この方面では、ロシア軍の攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。一方、ロシア国防省は、ピブニチネの占領を発表しましたが、ピブニチネは、北西の住宅地の一部をウクライナ軍が保持していますので、ウクライナ軍の士気を削ぐためのプロパガンダと思われます。南東部ドネツク州、ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でロシア軍は、ポクロフスク方面で63回、クラホフ方面では25回、ブレミフカ方面で14回攻撃を行いました。地上戦の3分の1がこの方面で起きていて、ロシア軍は兵士を集中的に投入し正面突撃を行っていますが、攻撃の勢いは増えても前進の勢いは徐々に低下しているものと考えられます。ポクロフスク方面、この方面ではロシア軍は多数の攻撃を行っていますが、ポクロフスクに近い北と西の正面ではロシア軍の前進は止まり、ウクライナ軍が反撃に転じたところがあります。ウクライナ軍は5個旅団2個大隊にいくつかの連隊で防衛を行っていて、その中の第47機械化旅団は2月には31両あった M1A1 エイブラムスのうち残った15両で戦っています。1番目、フロジフカからスキーヤールにかけては防衛線が機能していて、ロシア軍はここ数日ほとんど前進できていません。2番目、ノボフロジフカでは位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が一部反撃に転じ南から突入しました。ご覧いただいているのはルジアン映像で、ウクライナ軍の車両がノボフロジフカに向かうところから住宅地で取り回しに苦労している様子をルジアンが観察しているところとなっています。その範囲をルジアン占領地から係争地に戦況図を更新しました。3番目、セリドベではその戦勝地となるミハイリフカで地上戦となっていて、ルジアンはここ2日で3両の BTR 装甲戦闘車の損害を出して撃退されていますが、わずかに前進しました。その範囲を係争地からルジアン占領地として戦況図を更新しました。4番目、ポクロフスクから反対の方向にあたる南側の正面では、ルジアンはドリニフカ、カルリフカを占領し南の平地を前進しています。少し地図を引くと、その南には10キロ先にクラスノホリフカがあり、この領域は防衛線もなく開けた地形となっていて、ルジアンは側面防衛のためにこの範囲の確保を狙っていると思われます。その範囲をルジアンの占領地として戦況図を更新しました。途中からとある有名なクリエイターに習ってルジアンという名前で呼んでみましたが、いかがだったでしょうか。ふと思いついて呼んでみましたが、一度使ってしまうと馴染んでしまったので、そのままルジアンで最後までご説明します。ブレミフカ方面、ルジアンはついにブフレダール占領に向けて地上戦を活発化させています。1番目、位置情報付きの映像によるとルジアンはブフレダール東の鉱山に突入しました。ご覧いただいているのはルジアン映像で、ブフレダール鉱山の管理棟に近づき兵士を下ろして帰投するまでの一部となっています。途中ウクライナ軍の攻撃にあったものの、ルジアンは管理棟を占拠した可能性があります。その範囲を係争地の拡大として戦況図を更新しました。2番目、未確認の情報ですが、ブフレダールの南西のパブリフカからプレチスティフカにかけてルジアンは攻撃を仕掛け前進した可能性が高いのですが、その範囲については現在調査中です。ルジアンに近い情報ではプレチスティフカまで前進したとの情報もありますが、今のところは確認できる情報がなく不明です。この方面ではウクライナ軍の第79独立航空強襲旅団が応戦し、ルジアンの前進は止まっているとの情報もあります。戦況図ではプレチスティフカまで係争地の拡大として更新し、説明のために
ルジアンが攻勢を仕掛けている範囲をオレンジ色の線で囲っておきました。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州、この方面でザポリージャ戦線では地上戦の報告はなく、ドニプロ川沿いではルジアンが2回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報などぜひコメント欄にお寄せください。投稿主はルジアンが頭から離れなくなってしまいました。最後に視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。普段はこのチャンネルで発信していますが、何かあった時はこれらのメディアで視聴者様にお知らせ、お願いをすることもあるかもしれませんので、ぜひどれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。